2023年2月18日に撮影しています。この日は群馬県のプロサッカーチームザスパ草津群馬さんのホーム開幕戦を観戦しにやってまいりました。見てください、選手の上りがこう並んでいるとテンションが上がってきますね。そう、ここは群馬県前橋市にあります正田醤油スタジアム群馬さんへやってまいりました。開幕戦っていうこともありまして、午前中から結構早い時間に私行ったんですけど、サポーターの人数も多くて、この後も続々本当にねたくさんのサポーターが、楽しみに会場に集まってきます。そういうのをこう感じてるだけでもすごいワクワクもするし、テンションも上がるし、胸が熱くなってきます。そう、一緒にね戦っていただけるって言ったら、なんていうの、俺も一緒に戦ってるみたいになりますけども、2023年シーズンを戦うザスパ草津群馬の選手たちです。ぜひザスパ草津群馬選手と検索をして、お気に入りの選手を見つけてみるっていうのもいいかもしれませんね。そしてこちら正田醤油スタジアム群馬さんには、群馬の食材を使ったたくさんの美味しい料理が立ち並ぶキッチンカーや出店ですね、たくさんあります。本当にね多くて、なんていうのかな、群馬県民だったら大概の人が食べたことがある鳥平さんだったりとか、地鶏や地豚を使った料理、太田焼きそばなどがあります。お腹を満たしてパワーを貯めてスポーツ観戦してみてはいかがでしょうか。そして今日は人生初のスポーツ観戦をするっていうメンバーと一緒に、群馬のザスパ草津群馬のホーム開幕戦一緒に見ていきます。はい、今日はですね、ザスパ草津群馬、C2 でね、これから群馬の方にも、ガンガン行ってもらいたいんですけども、開幕戦に来まして、今日はね歌目野さんに来ていただいております。はい、ちなみに歌目野さんは、はい、スポーツ観戦とかって来たのは初めて。お、人生初のスポーツ観戦がザスパ草津群馬、はい、開幕戦です。ありがとうございます。いや、いいね、はい、いいね、めちゃくちゃ楽しみで、はい、楽しみです。楽しみに来ました今日。俺もめちゃくちゃ楽しみで、で、今日あのカメラ撮っていただいてる、はい、まあ名前言っちゃうけど、はい、クニさんのね、はい、観戦初めてということで、おー、めっちゃテンション上がってますね。そう、はい、で、テンションも上がってるし、テンション上がるとお腹が空くじゃん。そうですね。そうで、あのザスパ草津群馬、ここね、正田醤油スタジアム群馬なんですけども、はいはい、そちらはですね、群馬県のものを使ったいろいろなお店が出ていまして、で本当にあの何度来ても、飽きないうまさがあるんですよ。そうですね、楽しみです。楽しみでしょ、はい、でほら、太田市でね、はい、群馬県太田市っていうところで、はい、一緒にライブのステージ出たことがあるんですけど、はい、そこの近くにあったお店でね、はい、ワッションさんは感じたワッショイさんですね、正式です、はいはい、が、なんとですね、はい、このスタジアムにも出しておりまして、はい、唐揚げがねめっちゃでかいんですよ。でけー、ほんとにでかいの。でけー、お弁当ね、こういったねザスパ草津群馬のステッカーもついています。今日これ洗ってね持って帰ろうかななんて思ってますけど、はい、いいですね、はい、そう、それと太田市なので、はい、太田といえばこちら太田焼きそばもあります。はい、そしてまあこれね中開けてませんけど、群馬といえばやっぱりこちらですよ、はい、鳥平さんですね、はい、こちらもあります。これをなんと歌目野さんが一人で全部食べるとそういう企画になっちゃった今。あ、違う、お腹空いてるって。お腹は空いてますけど、こう違う、違うの、はい、はい、ということで改めて紹介させていただきます。歌メロ歌じゃあお願いします。はい、いきますよ。の、歌メロメロ、ありがとうございます。歌、はい、メロです、よろしくお願いします。お願いします。群馬県でね、アイドル活動しておりまして、他にもね司会だったりとかダンサーも、はい、されている方です、だからたくさん動くのでこんだけ食べるっていうね。違う、はい、ちょっといただきましょうかはい、はい、まあ、あの食レポとかね、そんなあもうちゃんとが聞こえてテンション上がってね、はい、じゃあこれをこれは1個いただかせていただいて、これさ、あの割り箸をねこの片手で開けたらびっくりされた。びっくりしましたよ今。片手でやるもんじゃない。できない。レスチャレンジ。
その間にいただきます。これね、大きさ比較するのに顔、俺の顔じゃわかんねえからでも顔でね、はい、いただきます。あー、もう香りがいい匂いがしますね。もうこれだけでお腹がね、もう唾液がいっぱい出てる、うんうん、お腹からの液、うん、いただきます。いや、やっぱ、うん、香りも高いしね、うん、やわらかい、もうなんか鳥肌も、うん、見てて柔らかさが伝わってくる、うん、マジでうまいから、ぜひ皆さん、マシュルさんのドデカ唐揚げ、食べてみてください。はい、ちなみにできませんでした。はい、はい、まあ、以上です。じゃあ、まあ、でも、両手で割ればいいと思います。はい、わかりました。はい、食べる。でも、私、唐揚げだから。それとも、時間だから。時間だから行きましょう。うん、はい。じゃあ、ただね、あの、スタジアムの中は飲食。あれ、はい、まあ、あの飲み物はあれだけども、うんうん、食べることできないので、はい、いただいてからスタジアムの方に入りまーす。はい、こんな感じでいいですか。はい、はい、では、試合は映さないけど、いろいろとね、はい、楽しんできまーす。できまーす。はい、ザスパー草津のね、はい、試合を、はい、正田醤油スタジアム群馬さんで、ここ見てきたんですけども、はい、いかがでしたか、いや、初めてだったんですよ。で、正直、はい、本当に正直言うと、うん、サッカーとか一つもルールとかも何にも分かんなくて、あ、そうね、うん、で、うん、本当にだからの小学校とか、小学校とか学校とかでやるちょっとのそういう知識ぐらいしかないまま見に来たんですけど、思いのほか面白くって、面白いでしょ、面白くって、そうそうそう、もうずっと見入ってました。こうやってすごい、また次、あの最後お知らせ出てた3月12日のあの、うん、次戦ね、はい、モンテリオ山形戦ですかね。そうです、それ、はい、また見に行きたいなって思っちゃいました。ありがとうございます、はい、ちなみにあのカメラを持ってる、名前、まあ、さっきも言ったからね、あれだけど、くにさん、はい、はい、初めてですか、サッカー見たの。そうですね、実際にこうやってね、なんていうか試合をね、生で、見たのは今回が初めてですね。おー、まあ、あの試合の感想とかも聞きたいんですけど、はい、何よりもあの昼間ね、うん、キックオフの前がめっちゃ暖かかったんですよ、はい、で俺今口が戻ってないんですけどあのめちゃくちゃ寒くて、そうですね、風強かったですね本当に、ね、そうで、ちょっとガタガタ震えながらだけど、はい、その中で熱い試合を観戦できる、はい、そう、その幸せがスタジオにはあるんですよ。なので、ぜひね、はい、群馬県ですから、あのザスパ草津群馬、うん、もう一回ね、もうね、はい、見たいって言ってくださいましたし、はい、そうですね、ぜひこのカメラの向こうの皆様も見に来ていただいて、ぜひザスパ草津群馬のサポーターになっていただければと。俺誰目線の話するんだ偉そうじゃね。いいです、本当、もうみんなにザスパを。で、今日はね、まあ試合の結果とかを逐一話すような、まあ、動画ではないんですけども、はい、今日はね、はい、まあ、引き分けということで、はい、まあ、惜しいシーンはね、いっぱいありましたね。そう、両チームともですけど、うんうん、ありましたけど、まあ、思うところもね、ありながら、ちょっと見てましたけども、やっぱね、これからどん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 また、移り変わっていくものですし、うん、選手もサポーターもみんながみんな熱くなって一緒に戦っていくものだと思っています、うん、そうですね、なのでぜひみんな一緒に観戦いきましょう。行きましょう。はい、ぜひあのサポーターになってくれます。はい、なります。なってくれるってよ。はい、yeah、なってくれるっておかしいね、yeah、なりましょう。ということで、あの今日ね、初めてスポーツ観戦も初めてで、そうです、はい、でもって、今日俺が何も伝えてなかったから、このね衣装めちゃくちゃ可愛い衣装なんですけど、色がまさかの相手チームのねカラーというっていうところもあったんですけども、はい、はい、何より、はい、素敵な一日です。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。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 ではみんな、ザスパが J1 に上がれるようにみんなで応援していきましょう。みんなに届けるラックパワー。歌うよ、なんかない。ないです。はい、ということで、またお会いしましょう。またね。